はい、アメリカ人のビジネスマンが、まあ、一概に、とてもプッシーで直接的というか、まあ、威圧的というか、それに対する自分の意見なんですけども、確かに、そういう、傾向はアメリカ人同士で行われるビジネスに対してはとても、効果的であるしいいことだとは思うんですけども、ビジネスがどんどんグローバリゼーション化する中で、ビジネスはアメリカ人、欧米のみならず、アジアをはじめとする、他のもう世界中の国々で行われているビジネスが進んでいかなくちゃいけないという状況の中では、やっぱり、ディスアドバンテージといいますか、悪い面として現れる場合もあると思うんで、それはとても気をつけなくちゃいけないことだと思うし、その辺の自覚がちょっと、アメリカ人にあるのかどうか、自分の経験から言いますと、まあ、それ人それぞれなんですけども、もう少し注意するべき点だと思います。